こんばんは、滝雄介でございます。ご機嫌いかがですか？今日は我が恩師の中でもひときわ思い出深い小杉一夫先生という方について聞いていただきます。東洋美術史の教授でいらっしゃいました。私がお教えいただいた時にももうすでに大家と言いますか、結構なお年の教授でいらっしゃいました。歌人としても、それから書家としても有名でございました会津弥一先生という方が、その昔早稲田におられまして、その愛弟子でいらっしゃいました。小杉一夫先生のお父様はと申しますと、画家のと申しますか、文人のと申しますかね、小杉宝庵という人でした。脇道ですが、小杉先生のご子息は小杉小次郎画伯でいらっしゃいます。父親も息子も画家で、真ん中は学者かいというふうに思われるかもしれませんけれど、学生から申しますとね、小杉先生が授業の途中で、諸君ほら覚えてるかな、薬師寺の屋根はこうなっておりましょう、なんつって2色ぐらいのチョークでさっ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 と板書される絵は、それはそれは美しゅうございました。そのまま撮っておきたかったですね。この小杉先生、学位請求論文としてまとめられました中国美術史が、今日では中国仏教美術史の研究、それから中国文様史の研究という2冊のご本にまとめられております。これはいずれも学術書でございますけれども、それ以外にも啓蒙的なと申しますか、一般読者向けに文庫本の中国の美術ですとか、それから単行本としては奈良美術の系譜ですとか、いくつもご著書がございまして、小杉先生のお人柄を偲ぶ、楽しむということは比較的容易にできます。小杉先生の専門的なご著書に触れるというようなことは私の手に余ることでございますけれども、エピソードのいくつかのご紹介をいたします。例えばですね、この先生どういう先生、ラーメンの丼の縁によく書かれているあのうず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 という、渦巻きが続いていく文様ね、あれが古くは唐草文様などと同じくペルシャから渡来の植物のつるだ、植物文様だというふうに考えられていた時代もあったのだけれども、実は動物文様で、動物の目から両眼ですね、発達してきた文様だということを実証的に明らかにした先生でございます。ご覧になった方も多かろうと思いますけれども、陰周というような古い時代の中国の青銅器には雷文と申します、渦巻き文様がびっしりと地紋のように埋め尽くされていたりもいたします。これは当時の人間、夜真っ暗になる、その中から恐ろしい動物が現れるというようなことは大変怖く、また想像力が働く世界だったと思われますね。その動物がギラリとこちらを見ているというような、それをまた呪術的な世界に取り入れまして文様化している、これが太古の人間の文様感でございますね。その動物の目玉が時代とともに角度が変わり、深さが変わり、大きさが変わり、いろいろいたしまして、ついにラーメンの丼の縁に定着した、こういうわけでございます。これを文様の時代的変遷をたどりまして実証された方、一般向けの本の中に私特に愛読しているものの一つに、奈良美術の系譜という本がございます。これ残念なことに現在絶版だそうでございますけれど、面白い本なのですがね、この本の中から一つ二つエピソードを拾ってみましょうか。まず一つ、美人はどこから来たのでしょう、こういう話です。ご承知の方も多かろうと思いますけれど、例えば法隆寺の百済観音像、スリムでスポーン、スラリーと背が高く、まあ9頭身、仏様に姿を
そのように描いたということは、その仏様に美人の理想をその時代の人間が託したわけでございましょうから、スリム美人を理想としていた中国人たちがいたということでございましょうね。それが様式化され、朝鮮半島にも日本にも伝わってきている、こういうことでございましょうね。ところが一方で、薬師寺に所蔵されております、これは掛け軸掛け物でございましょうかね、吉祥天女像、これは丸顔ふくよかぽっちゃりご当心というような美人図でございます。これもまた当時の人間たち、特に男たちが憧れの美人として描いたものでございましょうね。それから多くの方がご承知だと思いますけれど、正倉院御物の中に、これは中学校や何かの歴史の教科書にもよく取られますか、鳥毛立女屏風という屏風の中に立っております数人の女性の姿、これはターバンのように大きな頭巾をかぶっておりまして、そこに鳥の羽飾りがついている、それでしかも立ち姿なもので、鳥毛立女屏風と呼ばれております。この女性たち、大きな丸顔、そして薬師寺吉祥天女像のように、まあご当心、うっかりするとそれ以下かというぐらいの大変にふくよかな女性像でございます。どうしてこんなものが両方現れたんでしょう。百済観音と吉祥天女、九頭身とご当身、これには歴史的背景がございましてね、古い中国の文献なんかを見ますと、例えば言葉に残っております、潜みに習うなんてのことを言いますね。これは皇帝の後ろで、徳川時代で言えば大奥でございますけれども、皇帝に可愛がられている女性たちが住んでいる、そういうところでは可愛がっていただくために、細身で華奢でコンコン私胸がなんていうような女性がひときわ可愛がられたというんで、誰しもが痩せたがった、そんなところへ持ってきて、憂い気にちょっと悩みがあるように、あるいは虫歯が痛んでいるかのように顔をしかめてみせる、これが何とも言えぬ色気があるなんていうふうに、その時代の男どもが考えたようです。そこで眉を潜める、これがたまらないこの表情なんて言うんでね、それならというんで、町場の庶民の当時の世間の女性たちもみんな悩み事なんかないのに眉を潜めて真似をしたというんですね。そこから潜みに習うなんていうような言葉が出てきたとかですね。その他はもう、あら風がなんて言うんで吹き飛ばされそうなので、船の端っこに女性たちは自分の裾を結んだとかですね、中国の古い文献にいろいろ細身の華奢な女性たちが良しとされ、それを愛した男どもというような文献が出てまいります。その時代の美意識の名残をとどめまして、百済観音像のような細身の仏様、あるいは観音様などが多く伝わっているわけですね。ところがですよ、唐の時代、都は長安、今の西安ですね、はっきり申しましょう、北京よりだいぶ西、つまりもうシルクロードの入り口であります。何が起きたと思います？シルクロードを通じてペルシャですとか、まあ、イランですね、今でいう西方の諸国から女性たちが入ってきたんです。馬車に乗ってるか何に乗ってるか存じませんが、ミルク色の肌、大きな大胆な肉体美、ボンキュッボンってやつです今で言う、それが車に乗ってタンバリンを叩きながら、ザンザンザンツッザンツッザンツッザン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 、きらびやかな衣装を薄元をまとって入ってきたんですね。中国の男たち、これに逆上いたしました。うわぁ、女ってすげえ。数十年間、あるいは長くとも一世紀の間に、中国の男たちの女性美に対する考え方が手のひらを返したようにコペンと変わりました。そこで
当時の男たちの理想を反映するように仏様、仏像、その他でっぷりと太って男子像は隆々たる筋肉、女性像はもう指で押したらどこまでへこむんだろうっていうような柔らかい肌の感触、そんな感じの像が作られるようになったわけです。絵にも描かれるようになったわけですね。これはその後も歴史的に繰り返しておりましてね、陰と陽、表と裏の関係、流行は何十年か何百年か存じませんが変わります。ですからただいま現在スリムがよろしいとかなんとかって言っているお若い女性たち、考えもんでございますよ。そんな美意識はほんのひとときのことでございます、というような話をね、私はもともと知っていたわけではございません。小杉和夫先生の奈良美術の系譜というご本の中にわかりやすく面白く書かれております。あるいはこんなこともございます。奈良の薬師寺、皆さんご存知ですよね。薬師寺の様式というのは塔が2つあったのですが、塔塔と祭塔、片方はだいぶ昔に失われておりました。しかし今は再建されておりますね。塔は2つ立っておりますが、1つは国宝、1つは新しい塔ということになっております。さあこの薬師寺塔と古い国宝の方の塔でございますけれども、屋根どうなってると思います？屋根の上に登った方はお一人もおいでにならないと思いますが、塔の屋根でございますから、反りのかかった瓦屋根があって、その中央にスポーンと平井神かねあれというような長い棒が天に向かって突き出されておりますね。クリンと申します。輪っかが 1,2,3,4,5,6,9 つ、その上どうなってるかと申しますと、水煙と申しましてね、透かし彫りの飾りが東西南北に向かって同じ柄のものが貼られております。この水煙、薬師寺塔塔の水煙を見ますとね、その透かし彫りどうなっているかと言いますと、デザイン化されているんでありますが、そこにはミュージシャン家族が安らいでおります。父親、それからロングスカートを履いて、そのロングスカートの長い裾がちょうど植物文様のようになっているわけですけれども、女性、そして一人はどうやら子供であります。この家族どこからやってきたんだろう、小杉教授訪ねていくんです。そうしますとね、結論の方から申し上げた方が分かりやすいですね。ガンダーラに仲間がいっぱいいたんです。どういう人かと申しますと、仏、お釈迦様などを取り巻くワンサカ、四天などとも申しますけれど、仏様が悟りを開こうと思って座っているその周りで、イエーイ、パチパチパチと宙に浮かんでいる者どもがいっぱいおります。これです、インドでは全裸です。真っ裸で空中に浮かんでるんです。人間の目には見えないけれど、古代のインド人は一人修行僧なり悟りを開いたありがたい人がいると、その周りにはその業績をたたえてイエーイと称言している人間が、視点がうようよいる。目に見えないものを観念的に見てしまうのはインド人の得意とするところ、これなんですね。紀元1世紀の頃、インド仏教は北へ北へと伝播して、だいたい1世紀の頃敦煌へ入ります。中国人は大変に論理的で現実的な民族、すっぱだかの人間が宙に浮いて見えない状況で無数に飛んでいるなどということが中国人にとってはリアリティを持たない。そこで敦煌の仏の周りにも飛天はおりますけれど、その飛天の足元には雲が描かれております。孫悟空の金トンと同じですよ。この雲が飛ぶから彼も飛んでいられるんだというのが中国人の考え方。それから全裸でいるのはよろしくないというんで、薄物をまとったり、特に女性像にはスカートを履かせております。ただしロングスカート、もう日本の大名が着るような長袴のような、歩くのに不便でしょう、
歩かないんです、飛べるんですから。これがね、インドから中国へ渡った、飛んでいった多くの飛天たちがだいたいそのあたりで落ち着いたのですが、たった一家族だけが飛ぶことをやめませんでね、そこから東へ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 、どこまでこの大地は続くんだろうと思ったら、大地の外れまで来た。しかし向こうにまだ島が見える。薬師寺の塔の上にちょこなんと落ち着いたんです。もちろん夢物語ではございません。そこには細かい実証の数々が積み上げられまして、このことがついに小杉一夫先生によって語られました。奈良の薬師寺のてっぺんには、ご先祖がインドを飛び立って何世代か経つうちについに奈良まで飛んできた一家族が泊まっている。ちょっと素敵じゃないですか。このことはいずれの分野の先生方にも共通して申し上げることができるのですけれどね、生半可な学問はそれは花ぼちならない。皆様よくご経験のあるところだと思います。いわゆる寺井弦楽見せびらかしの類ですね。花持ちならない反活の学問というものはあるけれど、極められた一流の学問というものは実に明快で美しい、そのように思います。私は学生時分、謙遜でも何でもございません、誠に出来の悪い学生でございましたが、ちょうど私の席を置いておりました文学部というところが世代交代の時期に当たっておりましてね、各専攻学科の老教授、王先生方が大学院等の授業は気鋭の准教授らに譲り渡して、一般教養ですとか何々基礎何々入門というような平の出来の悪い学生の前にも降りてきてくださった時期でございました。従いまして、日本文学、フランス文学、英文学、ドイツ文学、ロシア文学、美術史、哲学、演劇、それぞれきら星のごとき王先生方が平の一般学生の前に降りてきてくださっていた、そういう時代にちょうど私学生時代が当たったもんですから幸せいたしました。中でも小杉一夫先生なんかは私にとっては忘れられない先生のお一人でございます。今日はここまでにしましょう。失礼いたしました。ごきげんよう。